こんばんは。遠藤誠司金言語チャンネル、聞きに来ていただきまして今夜もありがとうございます。やべー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 よパパパラパ、朝からご機嫌なんだよね、夜でもご機嫌なんだよね。やべ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 、パパラパパパラパ、朝からご機嫌なんだよね、夜でもご機嫌なんだよね。やべやべまして、遠藤誠司金言語チャンネル27回目の生配信に、聞きに来ていただきまして誠に今夜もありがとうございます。コロナでいろいろ世間はまだまだ騒がしいですけど、まあ、お家で YouTube で楽しんでいただけたらと思います。じゃあ早速ですが、僕の曲で生きることという曲からお送りしたいと思います。Thank you.
1枚目のソロアルバムに入っております。桜井瞑想曲というソロアルバムの中から生きることという曲をお送りしました。それではどんどんいきたいと思いますが、源氏物語54条の響きの中から関谷うつせみという曲をお送りします。Thank you.
源氏物語54条の響き、の中から関谷うつせみという曲をお送りしました。それでは1曲ジャズっぽい曲をお送りしたいと思います。ピアニストのホレス・シルバーという人が作りましたオパス・デ・ファンクという、ビバップナンバーですね。じゃあお送りしたいと思います。ありがとうございます。オパス・デ・ファンクというホレス・シルバーのナンバーをお送りいたしました。それでは、今夜はですね、もう27回目になりまして、最近は遠藤誠二で歌おうコーナーをずっと
続けてきましたけども、昨日の予告編で僕が弾かせていただいてたのは、恐縮ですけど僕の曲で、僕の曲というか、新潟の笹口小学校の、2018年の6年生と一緒に作った曲で、まあなぜこのタイミングかというと、まあ、今日ちょうどですね、その新潟市の駅南っていうんですけどね、南口に欅通りっていうのがあって、そこの欅をいつも、イルミネーションがこの時期点灯ありまして、今日がほんあの点灯式、本当に今日が当日なんですね。で、毎年だとその当日点灯式の日に、笹口小学校の毎年6年生が、いろんな、まあ、歌だったりいろんなお店を出したりとか、いっぱいやるんですけど、今年はコロナの関係で、僕もね毎年行って、その欅の思いの伴奏をしてたんですけど、今年は歌は映像でということで、今日は YouTube 光のページェントという新潟市光のページェントの YouTube の方で、今回は歌ってる映像を流しております。一応今回僕の YouTube の下の方に一応載っけておきました。今日の夕方の6時10分ぐらいから笹口小学校の子供たちが登場して、歌は40分35分ぐらいに登場しましたかね。きっとまた見れるんじライブじゃなくても見れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ご覧になっていただけたらと思います。ちょっと歌詞カードだけセットしちゃいますね。ちょうど2018年にですね、その当時、そうですね、ちょうど平成30年に卒業した、笹口小学校の6年生が、いろんな歌詞の言葉を考えてくれて、で僕がその言葉と僕も作詞を一緒にして、で作曲をして、作ったのが欅の思いという曲で、まあ、これをね毎年ずっと歌い続けてくれていて、本当に、学校でも大切な歌として歌っていただいて本当に僕は嬉しいんですが、今年はね僕は毎年今必ず新潟にいるんですけど行けなかったので、けどこの金言語のこのチャンネルから歌って、また来年につなげていきたいなと思っております。また今の5年生が、来年歌ってくれたりで、またずっと続いていくという、本当に幸せなお仕事をさせていただいているなと思っております。とっても新潟駅の、まあ僕ちょうど来週は実は、キスキャッツのライブで新潟市に行くんですけど、
それは万代口から古町通りっていう方に向かっていくんですけど、まあ、この欅通りっていうのは万代口の反対側で、南口というふうに呼んでますけど、とっても綺麗なので、ぜひ新潟行かれる方は、まだ点灯して期間がまだありますので、見ていただけたらなと思っております。今日はですね、まあ、この曲を知らない人がたくさんだと思うので、僕も歌いたいと思います。で、またこの曲を知ってる人もまた一緒に、今日はとても記念すべき日なので、一緒に歌っていただけたらなと思っております。じゃあ、どんどこ行きますか。今年の6年生はこの歌のサビに手話をつけて、もっと人にこの歌詞が伝わるようにというふうに、自分たちで手話をちゃんと学んでやったということを、僕も先ほど映像で見てとても感動しました。最高でした、6年生。また卒業式とか、卒業してからもまたこのイベントに足を運んでいただいたら、僕も必ず行きたいと思っております。じゃあやろうかなと思います。欅の思いをお送りします。離れても
欅の思いをお送りしました。笹口小学校6年生の皆様、今日お疲れ様でした。どうもありがとうございました。またつないでいきましょう。それでは、ちょっと次のコーナーの準備をいたします。じゃあ、先生も見てくださってありがとうございます。来年はそうですね、ぜひ一緒に新潟で歌いたいなと思っております。ぜひ皆さん YouTube ご覧になってください。とっても、純粋な子供たちの声が最高です。いつもパワーをもらっております。いつもありがとうございます。では27回続けてまいりました。じゃあリクエストコーナーを今日もやっていきたいと思います。チャットとメールによるリクエストコーナーです。もし リクエストありましたらお待ちしております。恋人はサンタ、
聞いたことないけど、いけるかな。ラストクリスマス。And so it goes. ビリー・ジョエル。コスモス。ヒアラプソディ。妖怪人間ベム、クレイダーマンの何か、ドラえもんの歌、もみの木、これは MJQ のやつですね。冬の散歩道なんだっけ。はい、いろいろいただきましたが、なんだっけな、ちょっと思い出せそうで思い出せないのがいっぱいあるかもしれません。お、もう一つまだ来ましたね。You must believe。わかった。どなどな。それでは、メールの方にいただいたリクエストをご紹介したいと思います。ミスターロンリー、フランシス・レイ、白い恋人たち、ザ・クリスマス・ソング、クリスマス・タイム・イズ・ヒア、クリスマス近いですね。グッバイ・マイ・ラブ、アン・ルイスかな。賛美歌194番、これはドイツ国歌でした。これはあれか、違うか。じゃあこれ数が、いつもは抽選でやるんですけどできちゃいそうなんで全部やっちゃいますかね。ミスターロン、ミスターロンにフラッシュやっちゃおうかなと思います。賛美歌、
ちょっと怪しいのもきっとありますけど、じゃあやってみたいと思います。本日限りの27回目リクエストコーナーをお送りします。Thank you.
Thank you.
Thank you.
どうもありがとうございました。ちょっと落ちてたかなという噂がちらほらありますが、どうだったんでしょうか。あ、すいません、マイク入ってなかったですね。どうもありがとうございました。ちょっと電波が落ちてたのかというちょっと心配があるのですが、復活しましたっていう文字も少し見えたので、どうだったのかな。ぐるぐるになっちゃった。どの曲が聴けなかったとかちょっとわからないんですけど、自分がリクエストしたのにこれ聴けなかったって言ったら言ってみてください。ひとまず、どうなんだろう、今は復活してるのかな。じゃあ申し訳ないですけど、まあ何をやったか、ラストクリスマス、ワームですね。で、恋人はサンタクロース、ちょっと怪しかったですが、で、ビリー・ジョエル、And So It Goes、リクエストありがとうございます。で、I Hear Rhapsody、ジャズの曲、一曲。で、どうしたかな。コスモス、言ったかな。その前に妖怪人間ベム行きまして、リチャード・クレイダーマンを行って、それでコスモス行ったのかな。でドラえもんで、なんかすいません、よく分かんなくなっちゃって、失敗しました。そしてもみの木、クリスマスソングで、冬の散歩道、どんなんだっけ、聞いたら分かりそうなんですけどすいません。 You must believe in spring、 そしてミスターロンリー、あ、やばい、そうか、白い恋人たち、クリスマスタイムイズヒア、で賛美歌、194番、そして、最後グッバイマイラブでお送りしました。どうだったかなと思いますが、今一つ発見しまして、一曲やってないことに気づきました。ということで、これをぜひアンコールで弾かせていただきたいと思います。ひとまず今日はたくさんの方が聞いていただきましてありがとうございます。ね、新潟の方もいっぱい聞いてくれて、とっても嬉しいです。アンコールありがとうございます。一応次回はですね、今日が4日で、次回28回目生配信ライブは、14日の月曜日に、ちょっと月曜日になっちゃったんですけど、月曜日にやらせていただきたいと思います。ぜひご都合合う方見ていただけたらと思います。今年も終わっちゃいますね、本当に。じゃあ、それと忘れないうちに、まあ、宣伝したいことはもうたくさんあるので、ぜひ僕のホームページなどブログなどをご覧になっていただけたらなと思うんですが、 MJQ のクリスマスアルバムの、レコ発が来週月曜日7日に神田でありまして、また15日火曜日に、六本木のサテンドールで、
猫初ライブがあります。それと11日はね、新潟で、やるんですけど、キスキャスで、それはもうほぼ満員になってるということで、本当ありがとうございます。とっても嬉しいです。たくさん宣伝したいのはいっぱいあるんですが、ぜひスケジュールを覗いてみてください。じゃあ、それではアンコールありがとうございます。1曲ここに目の前にあるのに題名を見ながら弾かなかった、すっかり忘れてた。ザ・クリスマス・ソング、これもリクエストでした。じゃあ最後にお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。また14日に、ぜひお待ちしております。どうもありがとうございました。